外国製の基準が合わない。ああ、なるほど。もうここで今もう。ここで A さんと切っちゃうと。あ、そうだ。そうでしょ。ここで打ち切る。って言ってた。これぐらい座れない人がいるのに、ふざけたことしないでくださいよ。あんた離婚したんですかって気を立てるのが彼でしょ。立っていると気の毒じゃないですか。あ、先生どうも。まだ感じたのか。本当にご苦労様でした。どうもありがとうございました。こんなに早い。元さん来ていただいてほっとしたいと。よろしく。記者さんの感じの方どなたですか。全体の特段与党クラブでも幹事の方って決まってないですか。すみません、それ幹事が知らなくちゃいけないんですか。記者でなければいい質問。わかりました。じゃあ幹事ということなければご質問いただいて私が支配し司会しますんで、可能な全ての皆様にはちょっと当てれることは難しいかと思いますけれども、はい、当てさせていただきますので時間的に大体できれば40分45分ぐらいまでには閉じたいと思っております。で そこのホワイトボードに張り紙しておりますけれども、重ねてストロボフラッシュお使いにならないようお願いいたします。すいません、よろしくお願いします。いやいや本当にどうもどうもどうも。ハンドマイクはありますんで、はい、大体冒頭鈴木代表から、10分ぐらいでしょうかお話をさせていただいてから質問に入らさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それは僕やるんだぜ。45分ぐらい目立ったと思っています。でこの後16時から参議院会の報道、参議院各界の報道で行いますので、こちらも記者の方もフリーですので、まあスペース限られているかと思いますが、よろしくお願いいたします。200分で引っ張りないで広いですか。結構でかいです。別まで行くとエイヤー次第ですね。平気ですよ、トリミングで。まあ、平気ですよ。平気次第ですね。無理に武器にテレフォンつけるんだ、トリミングとか。そういう時代ですね。あ、ついてって。十分ぐらい。そのことは気にしないで。
皆様、本日は急なご案内にもかかわらずお集まりいただきまして誠にありがとうございました。私は新東大地代表代行衆議院議員浅野貴弘でございます。ただいまより本日仮釈放いたしまして皆様のうちに帰ってまいりました。我が党代表鈴木宗男記者会見を行わせていただきたいと思います。開始の前に重ねてお願いを申し上げます。事前に皆様に通告をさせていただいておりますが、ストロボフラッシュを使っての撮影はくれぐれもご遠慮ください。先ほど冒頭そちらのスペースから無理に入ろうとされた方がいました。皆様にルールを守りいただいて、できる限り多くの方にご質問いただく、そういう運営をさせていただきたいと思っております。なお、大体終わりの時間は40分45分頃を想定しておりますので、何卒ご協力のほどお願いを申し上げます。またスペースも皆様限られた中、大変狭い中で申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げます。それではまず冒頭、鈴木宗男代表より皆様に、ご挨拶をさせていただきたいと存じます。よろしくお願いします。今朝8時に、1年ぶりに、マイクを使ってください。自由な空気を吸えることができました。面白い巡り合わせで、昨年の12月6日に収監されまして、同じ日にまた仮釈放という巡り合わせですので、まあ宿命に生まれ運命に挑み使命に燃える鈴木宗男の生き様はこの週刊仮釈放の日にも合ってるのかなと、こんな思いをしながらですね、朝8時とっても気持ちの良いすがすがしい空気を外で捨てることができました。この点万物に感謝しながら、ちょうど365日の1年間の受刑生活、私にとっては修行だ、行の日々だと、こう思って過ごしましたけども、この経験を私は社会に生かしていきたい、こう思っております。元より新党第一の代表ですが、これからは東日本大災害に遭われた被災者の皆さん方のために、私の立場で少しでも勇気や誇り、また希望や夢も与えれるように、何ができるか、被災者の皆さんと一緒になってやれることもやっていきたい、こう思っておりますし、
またこの1年の間に約1500通の多くの人からの激励の手紙はがき等が入ってきました。1日に5通以上の通信がありまして、沖縄から鹿児島から全国各地からでした。全国に政治を必要としている人がいる、政治の重みや価値を求めている人がいるということを実感しましたので、そういった人たちの声もしっかり受け止めながら、これまた私の立場で精一杯汗を流していきたいとこう思っております。今こうして話をしながらも、3月11日あの大地震、大津波で被害に遭われた皆さん方のことを思うと胸が痛みます。同時に日々の中で私は自分も閉ざされた自由のない生活だけれども、私以上に辛く苦しく悲しい思いで頑張っている被災者がいる、こう思った時に、逆に私自身が勇気や励みをあの被災者の皆さんが大きく生きる姿を見るときに教えられた気がいたします。このこともしっかり頭に入れて私らにやっていきたいと思っております。この1年間、もとより私は政治家でしたから、この永田町の動きも気になりました。政治があったかなかったかと言われると、政治はなかったのでないかと私に思いながら、この点国民の皆さんや被災者の皆さん方に申し訳ないなと、私なりに現状を考えておりました。この点も私なりにしっかり発信して、政治は普通の国民の気持ちを正直に体現する、これが私は政治の基本だと思っておりますが、その基本に立ち返るように国民生活第一、その名のもとに政権交代をしたせっかくの政権でありますから、私も新党第一として、今浅野代議士が政権与党の一員でありますので、国民に信頼と理解の得れるように、これまた私の幾ばっかの経験なり今までの歩みを少しでも生かせることがあればとこう思ってですね、考えております。おかげさまで今日国会議員の先生方も来てくれておりますけれども、新党第一、あるいは鈴木宗男と一緒に行動したいという多くの人からの励ましと声掛けもありますので、これから時間をかけてしっかり話し合いをしながら、次のステージ、次の舞台も考えていきたいと思っております。1年間の間に私はさまざまな勉強をする中で、苦難を乗り越えるには3つ必要だと思いました。1つは自分の信念が大事だとこう思いました。筋を通す、確固たる責任を持ってぶれないで生きる、こう考えました。もう一つは、一人では生きていけない、家族、知人、友人、仲間が必要だと思いました。幸い家族は意を強くして
体にだけ気をつけて、天の廃材だと思って、神様が与えてくれた時間だと思って、体に気をつけて頑張れと、家内や娘や息子が言ってくれまして、これは安心しました。同時に松山千春さんはじめ、私の多くの講演者からも、信じてるから頑張れ、こういう言葉をいただきまして、疾風に軽装を知る五感の初代皇帝光武帝が自分の配下である大波を叩いた歌でありますけれども、勢いのある時はみんなついてくるが、一旦ダメになっていくと蜘蛛の子を散らすように去っていく、しかしお前は別だったという例えでありますけれども、我が講演会は私の友人や知人や支持者は疾風に軽装を知る、この言葉にふさわしいなと思ってですね、これまた意を強くしたものです。三つ目は、私は目に見えないものの力、これがあると思いました。目に見えないものといえば、ご先祖様の看護であるな、亡き両親の看護あるなと思いました。こういった万物に支えられてもいるなと、こんな思いをしての365日でありました。このことをしっかりこれからも胸に刻んで頑張ってまいる決意であります。娘から再三、検察は事件を作り上げ、裁判所は真実を明らかにできなかった。お父さん、帰るところがあるんだから安心して、体が一番です。こんな再三のメッセージをいただきながら、これまた何よりも私にとっては励みになる頼りだったなと、こうって今改めて思いをするところであります。昨日の夜、明日が仮釈放だというもんですから、寝ようと思ってもなかなか寝つけれませんでした。やっぱり鈴木宗男は気が弱いなと、こう自分で思いながら、この気の弱さが検察に乗じられたのかなと、こう思いながらも、これからはもっと気を強くしてしっかりやらなくてはいけない。その気を強くするのは、自分より大変な人がいる、自分より辛い人がいる、自分よりもっともっと苦労している人がいる、その目線を忘れないで、もう私自身権力闘争や前を見る必要はないと思いますから、前を見るのではなくて、しっかり後ろを見ながら、声なき声を受け止めて、これまた鈴木宗男なりの生き様をしたい、こんな風に考えております。今日朝、寝れない夜でありましたけれども、それでも気分は爽快でした。63年の人生で寝れなかった日が今日で2回目であります。1回目は昭和58年の12月18日の夜でした。これは第1回目の私の選挙で開票日でした。即日開票で4万2500票しか出なくてですね、順位は2番目でしたけども、当選確率が出なかったんです。まんじりとも試合で一晩を明かしたことを思い出しました。それ以来2回目の寝れない夜を過ごさせていただきましたが、1回目も2回目も希望のある寝れない日でありましたから、必ず一度作った奇跡のあの勝利と言われて1回目の戦いです。平成14年に逮捕されて
437日の勾留期間を経て出てきて、平成17年再びカムバックしたのが2回目のよく奇跡のカムバックとも言われましたけども、3回目あるかどうかはこれは私自身が判断するものではありませんけれども、とにかく少しでも人様のために、政治は弱い人のためにあるというこの神道第一の原点だけは忘れないで、自分のできることを、その務めを、責任を果たしてまいりたいと、こんなふうに思っております。今日皆さん方にお越しいただきましたことにお礼申し上げて、カルチャー後のされた日の鈴木宗男の挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。それでは次に移らさせていただきますが、今日はあの鈴木代表の隣に佐藤弁護士と古畑弁護士が同席しております。また、ご案内がご紹介が遅れて申し訳ありません。今日はこの会場にご多忙の中、松健康代議士、石川智弘代議士、徳永恵理参議院に橋本弁代議士同席をしてくださっております。ありがとうございます。それではただいまより30分ほどですが、次に移らさせていただきます。挙手の上、私指名いたしましたら、お名前、所属をおっしゃっていただければと思います。質問じゃどうぞ。はい、はい、IWJ の岩上康美です。鈴木先生、早速質問に入らせていただきたいんですが、今お話の中で、この1年間ご留守されていた間、大変な時代、大きな震災があったことに言及されておりました。それ以外にもですね、大変な事態がいくつか起こりました。まあ、あの原発の事故、それからあの地元には大変影響あると思われる TPP の交渉参加の決定、そして、今そちらにいらっしゃいますけれども、石川代議士のですね、裁判の判決もありました。大変あの横で質問で大変恐縮なんですけれども、それぞれについておそらく向こうの塀の向こうにいてもですね、それぞれのニュースを気になって心を痛めたりお考えになったり、したことがあると思います。お入りになる前にあの政治家鈴木宗男は一生続くんだというふうにおっしゃっておりました。バッジの有無はともかくとしてですね、政治家鈴木宗男としてこの2週間ちょっとコメントいただけないかと思います。はい、あの今のお話の通り、私は生涯政治家であるということの考えには変わりはありません。それは21で学生の時から中川一郎先生の秘書になって、音聞こえます、大丈夫ですか、大丈夫ですか。35で国会に出て、49で大臣をやり、50で官房副長官、51で自民党総務局長等々をやりながらですね、おかげさんで昨年の8月4日には本会議において衆議院の永年表彰の栄にもよくしました。私から政治を取ったら何も残ってませんから、この生涯政治家であるという私自身の考え、あるいは姿勢はこれ変わるものではありません。これはしっかりあの役割を果たしてまいりたい、私のに与えられた環境立場でやっていきたいとこう思っております。3月11日の大震災ですが、私自身も桜市の木津川社会復帰促進センターでちょうどあの時間、私は仕事というのは、私はその病棟というところには廃液になっておりましてですね、お年寄りの介護だとか、あるいは体の不自由な人のですね、介助、入浴だとかお世話なんですよ。あるいは食事の配当等をやっておりまして、ちょうど私はその時お年寄りの世話でした。あの場、木津川の社会復帰促進センターは粘土質ですから非常に地盤は硬いんですがですね、それでも相当な揺れで、私はそのお年寄りの車椅子を押して風呂に入れる直前だったんですが、そうで地震にあったんですけどね、そのお年寄りを倒しちゃいけない、事故になりますしね、怪我させちゃいかんと思って必死になって抑えておりましてね、でその後から、まあ、
大災害だということになってきて、私はやっぱり一番つらかったのは何もしてやれない自分がここにいるということ。この点本当に申し訳ない。これが一番のですね、苦痛というかですね、つらかったですね。だから私は何ができるかと思って、たまたまラジオからこの避難されている人たちが靴下足りないとかですね、この下着足りないというものですから、私はすぐ事務所に電話して、とりあえず私の持っていた靴下5足は宅下げしまして、この宅下げというのは預けているものを送る話なんですけども、それしか送るものなかったものですから、事務所に言って5足の靴下宅下げして、あと事務所では毛布だとか食料品を集め出して、その東北のいろんな人間関係でですね、で送らすことができまして、またお礼の手紙なんかも来ましたけどね、まあ、これで私の北海道第一の支部、北海道の方で札幌で今日も来てますけども、副代表の町川淳子さんがですね、一生懸命またボランティア活動したりですね、頑張ってくれましたんでね、これまた良かったかなという思いを持ってます。原発については残念ながら技術的なことはですね、私もそんなに正しくは知りませんけども、一つ言えることは、技術的には間違いなく制御棒は降りて原発は止まったことは事実ですね。しかし残念ながら津波によってバックアップ体制が全部破壊されたということ、想定がないと言っても、私はやっぱり想定するのがこれまた政治だとか、あるいはこの責任ある立場だとか、さらには少なくとも原子力というのはリスクもあることも事実なわけでありますから、私はこの想定外という言葉で済まされる話でない、これを思ったときですね、これまた福島原発周辺の皆さん方にとっては大変な痛手だし、申し訳ないしね、特にこれは自民党政権時代国策として進めてきた話ですから、安全神話が本当に我々も私自身も現職としてですよ、この当時の通産省は科学技術省の説明を聞きながら、あれでは正しかったのかどうかというのを、これまた自問自答したときですね、これまた被害に遭われた人たち、ふるさとを離れざるを得なかった人たちに対しては申し訳ないなという思いを持ちました。ただやっぱりその中でやっぱり少しでもこの放射能漏れを防ごうと思って頑張った人もいた、この人たちの体を張っての努力は、これまた私は東電関係者もこの技術者さんもの一部もそうでありますし、また消防士、自衛官、警察官もそうでありますけどですね、こういった人たちの努力もまた私は国難に立ち向かったわけでありますから、高く評価するとき改めてやっぱりこの政治の判断というのは重いもんだしですね、やっぱりしっかりしなくてはいけない、何があっても大丈夫だという体制をですね取ってやるのが責任ある政治の姿でないかなということを思いましたね。 TPP については私は反対です。なぜか、一つは民主主義は手続きが一番です。次に中身です。私は今の野田総理も前政権の菅さんのですね、尻拭いといえば表現がどうか分かりませんが、なんとなく後を引いている、菅さんが言った話をですね、まあ政権継承したという流れの中でですね、受け継いでいるような感じを持っております。例えばオバマ大統領はこの TPP で110億ドルの輸出創出と7万人の雇用創出と言ってます。アメリカはいいかもしれませんが、じゃあ日本は何のメリットあるんでしょうか。野田総理は守るべきものは守ると言いますが、 FTA 等ですね、二国間交渉ならば守るべき個別案件はありますよ。しかし TPP は私は個別案件は該当しないと思いますね。すべて段階的関税撤廃ですよ。
今日本のおいしい米、評価の高い米にしたって 1000% の関税かけてるから生きてるんですよ。小麦だとかミルクだとか大豆どうするんですか。 300% 400% の関税で日本の農家は生きてるんですよ。同時に日本の農家は与えられた条件の中でこれ以上ないというだけの努力してます。その農家の皆さん方に十分な説明もなくこれで行くんだというのは、私は手続きからしても問題だ、急ぐ話でない。同時に TPP 加盟国でも皆さん日本とアメリカで9割貿易占めちゃうんですよ。日本がこれだけのメリットありますという具体的な数字出せると思ったら大間違いですね。車が今約2兆4000億ぐらいですが、輸出量が157万台でアメリカに、それに対する関税が部品等を入れて850億です。その850億なくなるんだって言って車業界が言いますけども、850億でじゃあ3兆円の農業をなくしていいんですか。私はここら辺は堂々と説明、もっと政治家も勉強してきちっと納得のいく議論もしてですね、そして私は本当の国益は何かという観点に立って詰めるべきだとこう思ってます。まあ、そういった意味で今言いましたけども、手続きもなく中身も十分説明もなくですね、ただ TPP だ消費税だというのは私は問題があると思ってます。特に私は消費税の議論は政権交代で当時の鳩山代表は4年間は消費税の議論はしないと言ったんです。これによってやっぱり国民も政権交代に舵を切った部分もあるんですから、約束は守る、これが民主主義の私は約束事だとこう思います。合わせて消費税の議論する前に国会議員の定数を衆議院は100人、小選挙区は300から200だとか、参議院は人口100万で1人、今の214人か参議院は、それを100万で242人ですから、それを人口100万でやれば125人で済むんですよ。117人ぐらいいらないんじゃないでしょうか。そういったやっぱりきちっとした政治としての政治家としての姿勢を示しながら、同時に公務員の給料削減だと 7.8% なんて言ってます。そんなことする前にまず大事なのは国会議員の給料3分の1カットですよ。500万円のボーナスももらわない、復興が明らかになるまではこれは返上します。これやっただけでボーナスだけで35億浮きます、給料だけで35億浮きますよ。じゃあ10年間で700億できるんじゃないですか。国会議員がそこまでやれば、私は公務員も給料は担保してやった方がいいと思います。生活がかかってますから。ボーナスです、国家公務員のボーナス今約8500億です、国民の税金使ってるのが。これ皆さん3分の1カットしただけでも約3000億浮くんじゃないでしょうか。10年間で3兆円出ますよ。あるいは公民宿舎4分の1この都内廃止だとかっていう話を最近出てますけども、全部なくすべきですよ。緊急なものだけ残したって何が緊急なんですか。何とでも手打ちますよ。官邸もあればですね、あの衆議院の宿舎もあるんですから、そこらみんな泊まり分けしたっていいんですから。私は公務員のその厚遇なんかもなくす、こういったことをきちっとやれば地方公務員の皆さん方の私は意識も変わってくる。地方公務も多すぎますし、地方の議員の数も多すぎると思いますよ。全体的にやれば黙ったって5兆や6兆の金できるんですよ。私はそれをやるのが先だと思います。大阪でやはり知事市長が橋本さんはじめ大阪維新党が取った大阪市は給料4分の1カットですよ。議員さんの給料、府会議員は3分の1カットしましたよ。そういった大胆なことをやったから、やっぱり府民はよし一丁かけてみようという気持ちになったと思いますよ。じゃあなんで国会議員はそのことに手をつけないんですか。政府の答弁はこれは政党間で議論してもらいたい、政党間じゃなくて総理大臣が記者会見で私はこう思ってる、国民の皆さん協力してください、国民の皆さんが選んだ国会議員ですから皆さん方から国会議員にも言ってくださいと言えば国会議員反対できますか。選挙抱えてるんですから。私はやはり政治家のリーダーシップ、特に総理大臣なりですね、要の人、要所要所の人はしっかり発言して
リーダーシップを取れば国民も、あ、そこまで血を流し身を削りやってるか、それならば我々もやはり何かする場合、年金をもらう場合でも財源が必要だ、よし協力しよう、こんなことになると思うんですよ。この点もね、私は新党第一の代表としてしっかり発信していきたいしですね、やることはやれる、またすぐできることだと、こういうメッセージをですね、堂々と訴えていきたいと、こう思ってます。石川さん、石川さんの裁判、はい、石川さんの裁判、あと石川さんの裁判についてですけども、私もあそこにで新聞は一紙、全国紙一紙とスポーツ紙一紙です。あとラジオは NHK の夜の7時のニュースしか入らないんですね。あと面会、あと事務所からのこの浅野大臣等からの情報等で来て、一番驚いたのは推認というこの話が出てきたりですね、裁判の中でですね、推認でやられたら鈴木宗男はもっと重い罰を受けたんじゃないかなと思うぐらいですね、動転しました。私はこの点ですね、私は石川大臣、ご両親もよく知ってるしですね、同郷です。石川大臣の人間性もよく知っております。少なくとも私は水谷建設から石川さんが5000万もらってないということは、私も水谷勲さんからの話聞いてもですね、私はそれなりの裏付け、私自身ですね、直接聞いた話ですから、グレーゾーンというか分からない部分があるんですから、水谷さん側でも。この点からして本当に真実を明らかにする法廷がですよ、真相解明だとかに十分な機関としてのこの 人を裁く場所としてのですね、役割を果たしているかというと、ちょっと疑問に思いました。私は石川さんを信じておりますから、石川さんには堂々と最後まで戦っていただきたい、このことは小沢先生にも言えます。法律の専門家、法律に詳しい検察が立件しようと思ってもできなかった事件をですね、また私はなんとなく興味本位で論調している人が多いんですけども、それはこれまた私は本当に公正公平かというのは、私自身はちょっと首をかしげます。しかしこれは今裁判進行中でありますから、必ず私は裁判の進行の中でですね、だんだんと真実が出てくるとこう思ってますし、同時に私は小沢先生の裁判でも私自身一つ感じることがあるんです。私も中川一郎先生の秘書をやってました。年間大きなお金を私自身全部預かってました。田中角栄先生が逮捕された時、中川一郎先生はこう言いました。俺は格差のようにはならない、俺に何かあったら鈴木が捕まってくれると、こう中川先生が言うぐらい私は信頼されてました。私は秘書としてどんなことがあっても親方、いわゆる中川先生には迷惑をかけない、これが秘書のですね考えなんです。そしたら大きなお金は個別に分けてもらったようにするだとか、相手の了解も得ながら、いろいろですね、立場を考えて法律も考えながら、その範囲の中で最大の許容量といいますか、許容源といいますかですね、許容範囲を考えてやっていくものが秘書の務めなんですよ。私は政治資金法のこの虚偽記載についても、私も秘書の時も絶対中川さんには迷惑をかけないという思いの中で、その中で精一杯のですね、これならば理解されるんでないか、これならば許されるんでないかという中で書類整理等はやってきたわけでありますから、この点もですね、ちょっと私は実態、その国会議員の秘書さんが全部あれ書類つけてる話です。直接議員さんが名簿帳簿つけてる人が何人いるかといった場合ね、私はいないと思いますけどね、それぞれの議員が胸に手を当てて、俺は 100% 間違いない、そう言える議員が何人いるか、逆に私はお目にかかりたいと思うぐらいの気持ちで、合わせて秘書を信頼してやってることも私は事実だと、こんなふうに私は受け止めております。はい、ではじゃあどうぞ。
NHK の渡辺です。よろしくお願いします。今後ですね、鈴木皆さんとして、北方領土問題に対してどのように取り組んでいかれるとお考えですか。北方領土問題は、これは私のライフワークです。まあ、日本でライフワークといえばなんとなく緩やかに聞こえますが、アメリカでライフワークといえば命を懸ける仕事と受け止められております。まあ、そういった意味では私も結果的には逮捕されてですね、その直接事件はなかったんですけども、当初皆さん方も外務省や検察のリークで流されたのは北方領土の人道支援だとかアフリカの人道支援で捕まると言われたわけですから、結果はなかったわけでありますけどですね、まあ、私自身命をかけた仕事で逆に逮捕ということもあったかなとは思いますけども、私は死ぬまで領土問題とは鈴木宗男は切っても切り離せないと思ってるし、私はやはり元島民の皆さん方ももう平均年齢が80に近くなっております。人生としてのこれからも考える時ですね。なんとかこの皆さん方がやっぱり元気なうちにですね、解決の上に向けての道筋はぜひとも責任ある地位にある政治家は頑張っていただきたいなとこう思ってですね、私は私なりにこれまた私の経験や人脈なんかもですね最大限生かしながらですね、協力できるものは協力していきたいこう思ってます。特に私はロシアは世界一の資源大国です。日本は世界一の応用技術を持った国です。世界一の資源大国ロシアと応用技術世界一の日本が組めば、私は世界に貢献できると思っておりますから、この点これは原発震災とも関係しますけども、液化天然ガスガスが私はこれからの CO2 の排出問題なんか等も考えたときですね、重要なエネルギーの大きな要素になってくると思います。じゃあそのガスはどこかといえばロシアでありますから、私はロシアとのダイナミックな協力関係、まずはロシアとの信頼関係といいますか、大きなですね経済協力等を進めていけば、おのずからロシアも良かった日本も良かったという流れができて、合わせてですね領土問題も動いていくんじゃないかなとこんなふうに考えています。はい、では、すいません、あと何度か2名ほど質問していただければと思いますので、質問も端的に申し上げませんがお願いをいたします。それではどうぞ。横田さん。フリーの横田はじめですけども、普天間問題なんですが、野田政権は今の現行埋め立て案で、推進しようとしているんですが、対米追随のようにも見えるんですけど、その辺のに対するコメントをお願いします。少なくともこの普天間移設の辺野古沖合案というのはですね、自民党政権が決めた話なんですね。私は政権交代してですね、鳩山さんが選挙前も海外もしくは国内と言ってきたんですから、沖縄の皆さんもそれは期待した、やっぱりこの期待に応えるのがこれまた私は約束事だったと思います。合わせてですね、これ皆さん方もちょっと検証してほしいんですよ。普天間の移設をやったのは橋本総理の時でした。そして私が沖縄開発庁長官の時にあの名護移設を決めたんです。当時は東町さんは職を閉じて受け入れを決めてくれたんです。その時は沖合じゃないんです。あそこにはキャンプハンセンからキャンプシュワから基地がありますから、その基地の中で何とか対応できんかなという思いがあって、まずは名護市だったんですよ。それがだんだんとあの辺野古なんていう方には話が行ってしまった。これも私に言わせれば、小泉政権まではですね、橋本さん、そして小渕総理、森さんまでは沖縄との人間関係等もありましたけども、小泉政権になってから全く沖縄との人間関係なくなった人が地位についたりポストについてですね、役人主導でしたね。これなんかも私は沖縄の皆さん方はなんだとちょっとおかしいなという感じになったと思うんですよ。それとやっぱり
これも考えてほしいんです。なぜ沖縄で受けてくれたか、名護で受けてくれたかったら、やっぱり環境整備もしたんですよ。あの症状、痛ましいですね、症状、暴行事件があってですね、当時の橋本総理は清水の舞台から降りると言って揉んでる体質をやったもんですよ。私も一生懸命協力しました。で、平成8年、私はあの県道104号線の実車訓練をですね、私の選挙区の八重洲別で受けたもんですよ。この実車訓練は本来村山富一さんがクリントンさんとの会談で決めた約束なんです。沖縄三次案と言って那覇軍港の裏添え移転、もう一つは読谷のパラシュート降下訓練の廃止ですよ。で、一番厄介だったのはこの155ミリ砲の実弾訓練を県道104号線の上を砲弾飛ぶんですよ。ってのは道路を止めちゃう。沖縄県が一番この反発を受けてたんです。村山さんは非常代に立派なあの訓練を持ってるから、私たちは当然クリントンさんの会談でそこが一つの受け入れだと思ってですね、決めたなと言ったら、村山さんも迷いなければいいっていうだけの話であってですね、何もやらんかったですよ。それで1月4日に急遽辞めて橋本さんになった。橋本さんになって実家来たって動かない。橋本さんが非常に深刻な顔をしたですよ。そこで私は別会の町長さんにお願いしてですね、ここは国益のために頼むって言って、私はあの平成8年のあれは12月です。これは皆さん方の総理日記見れば分かる話ですよ。私が別会の佐野町長を連れて、佐野町長が私とあの鈴木先生でやりますと橋本さんに言ってくれて、橋本さんが45度の角度で再敬礼してくれたもんですよ。それがそもそものスタートなんですよ。で、その1年後に名護に決まったんですよ。こういった私自身も痛みを分かち合ったからこそ沖縄はですね、理解してくれたんですよ。じゃあ今そうやってですね、辺野古移設反対とは言っても、じゃあ誰が責任を持つかって誰も言わない。そこにまた沖縄の皆さん方はですね、不信を持ってきたと思いますよ。合わせて小渕先生がなぜ沖縄にサミットを決めたかというのも、沖縄の皆さん方に少しでもですね、この基地の軽減負担してきたという、そしてあの第二次先の大戦での大変なですね、沖縄県民の思いを知るときに何かしてあげたいという気持ちで、あの時ですね、サミット決めたんですよ。沖縄サミット決めて、いや実は自分がやったんだなんていう人がたくさんおりますけども、あの時私は副長官として小渕総理から言われたのは、鈴木君と沖縄でできないか、どうしたらできるか検討してくれて2月頃言われて動き始めたんです。沖縄では閣僚会議一つやってもらった時も十分だとは言ってくれたんですけども、小渕総理はやっぱりサミットにこだわったですよ。同時にこれも皆さん覚えておいてください。小渕総理がサミットを決めた最終決断は一つのテレビだったんです。そのテレビは名前を出しますけども、 NHK の特別番組だったんです。あれは3月の22日かな、あのサミット決める前、1年前ですよ、の番組で、あ、失礼しました、サミット決める時の3月だったと思います。最終的に大口さんも絶対もう沖縄だと決めたのは、あれは太田中将のその家族の戦後というですね、番組だったんですよ。そこで太田中将のあの例の沖縄県民核戦い構成の皆さん、沖縄県民に対して特別のご後輩賜らんことという打点をして亡くなる方ですね。その娘さんがニュージーランドにいるんですよ。たまたまニュージーランドに小渕総理があのエーペックで、オークランドエーペックに行くことになった。ですがその年の3月のあのサミットの前の年のですよ、そのあれですね、その3月の番組ですよ、それで調べてあります。その娘さんというのは偶然ですね、ニュージーランドの人とこの親しくなって結婚するニュージーランドに行くんですよ。でそこでのインタビューが、父は最後まで沖縄のことを思ってましたと、戦後政府は一生懸命沖縄のことをやってくれましたけども、さらに何か大きなことをしてくれれば父の思いも叶いますねと、この娘さんは言うんですね。でその時娘さんは、旦那が優しかった、だから私もついてきたけども、来たら敵国の花嫁だということで大変な目に遭いましたと。
卵を買うのもパン買うのも大変でしたというコメントもあるんですよ。私もそのテレビ見て涙したもんですよ。小渕さんもそのテレビを見て涙して、どんなことがあっても沖縄だと、こういうことでの実は皆さん沖縄決定だったんですよ。これもやっぱり基地の軽減、それであの危ない普天間をとにかく早く移設するのが大事だという流れの中でですね、我々はさまざまな人間関係や知恵を生かしてですよ、私なんかも選挙を落選するのを覚悟でですね、当時みんな反対したんですから、それでも私は意を決してやってきて、その中でやったもんです。あの稲嶺知事は政治家で自分の選挙区に沖縄の痛みを持っていってくれたのは鈴木宗男だけだとはっきり言ってくれてましたし、あの辞められましたけども、カデナを抱える前の町長の宮城さんなんかは自民党での講演でも2年前ですか、もう3年前になりますか、鈴木宗男さんだけだときちっと体で示してくれたのかと言ってくれるぐらいやったもんですよ。少なくとも小泉政権をじゃあそこまでやった政治がいるかったらいませんね。この点が私は沖縄に対して不幸だと思ってます。あと私はこの西川さんの発言なんかもですね、私は言わせれば今の政治家見ておって一つ言えることは、勉強した政治家、偏差値の高い政治家いるけども頭のいい政治家はいないと思ってます。言葉の使い方は知りません。あの答弁でも富士防空事件知ってますかって言ったら十分認識してますと答えればいいんですよ。詳細云々なんていうことはね、親切で言ったと思うんですよ、配慮して言ったと思うけどね、私は使い方間違ってると思いますよ。同時に中身はという聞く方に私は私ならばお尋ねしたい。被害者も現にいるんです、家族もいるんですよ。国会集中の場でどうしてそのプライバシーだとか人権に関わる話の中身なんて聞けるんですか。私は逆にですね、なんという人間味のない話だと私ならば逆にですねお尋ねしたいですよ。そういった意味で石川さんだって国立大学出てんですよ、農林省に上級職で入ってんです、技術職で勉強はしてんですよ。ただ若干私が言えば頭が良くない、その頭が良くないと、これは本人をあのバカにしたら否定する話じゃないんですよ。私の言う頭というのは地頭です。政治家っていうのは時にはやっぱ胆力を持ってですね、劣迫の気合で相対しなければいけませんよ。菅直人さんが疎いという表現しました。これまた配慮して言ったと思うんですよ。あの時だけ一言、私ならばまだ情報が入ってない、情報が入ってないので、確かなことを言えないというのはすごい話ですよ。それを私は親切ぶって言ったと思うんですよ。疎い菅さんにだって勉強はしてるんですよ、東工大出てるんですから。しかし私は頭良くないと思いますよ、やり方のやり取り見てると。どうも今の政治家見てると与野党とも勉強している、偏差値は高いけども、ここ一番国民目線で私は判断した時地頭がない。よく田中角栄ありせばという話が出るけども、田中先生勉強してませんよ、小学校しか出てないんですから。しかし間違いなく言えることは国民の目線にあって、当時の政治状況の中で国民第一でやってきたことは事実なんですよ。そういった意味では私は小沢先生の言った国民第一、官僚政治だがというのは私はそれなりに間違いなく理解している人もいれば期待している人もいるんじゃないかと、私はそんなふうに受け止めながらですね、まああの気仙川社会福祉促進センターではですね考えてきました。はい、すいません、もう大変申し訳ございません、時間の都合上。いや、どうぞ、はい、どうぞ。大会札幌の前です、はい、服役中ですね、一度もあの奥様と娘さんと一度もお会いしてないと思うんですけども、今日1年ぶりにお会いしてどういう会話をされて、どういう思いを持ったのかというと、はい、家内はですね、家内に私は来てくれるなと、やっぱり家内が来るとなんとなく私自身がめめしくなったりですね、弱気になる面もあるかもしれませんし、また家内もしっかりしておって私は絶対行きませんからと言っておりましたから、それで私は良かったと思ってます。あと娘にもやっぱり私は娘を見ると涙もろいもんですから
弱気になると思いますから娘にも来るなと、父さんは頑張るとこう言って言いましたから会ってませんでしたけども、私は一番に家内と娘に電話をしました。同時に最初に家内から言われたのは泣くなと言われました。はい、だから分かりましたと私は家内に答えました。あと娘からも女房と同じことでした。お父さん泣いちゃダメですよと、ここは堂々と背筋伸ばして前を見て国民の皆さんが見てるんだから対応しなさいとこう言ってきました。ただ私やっぱりさっきも娘の話しましたけども、娘はいつもですねお父さんと自分の歩いた過去は否定しないで自信を持ってくださいと、みんな分かってくれますからという頼りもですねしょっちゅうありましてですね、まあ一番身近な家族が理解するのは当然といえば当然ですけども、その中にあってもしっかりですね家族としての絆を私はもらっていたことをですねありがたく思っています。はい、ではすみません、もう50分となりましたので大変申し訳ございません。皆さんまだまだ質問あると思うんですが、これだけは期待となりましたら今までの質問と被らない中で、では先ほど手を挙げていただいた白いシャツの方で、はい、ごめんなさい、これで最後の質問とさせていただきます。家さんも来ているからどうぞ。じゃあ2人どうぞ、あと後ろの女性の人いるから、はい、女性だけサービスだと、はい、ちょっとここは仕切らせてください。いやこれ皆さん1年ぶりに喋るもんですからすいません、どうもあんまり説明が上手でないかもしれませんけども、ご理解いただきたいと思います。から日程がございます、はい、どうぞ、はい、自由報道協会の田中隆作と申します。娘さんからの手紙で、お父さん検察は事件を作り上げていますが、実際鈴木さんが逮捕される前はもうおびただしい胸をはすに代表されるような検察リークの洪水がありました。でその構図は今なお変わっておりませんでして、今回鈴木さんが出所される前にも事務所だとかご家族よりも先にマスコミに、トラック記者クラブにリークが行くという、仮秘書が行くというこのありさまでした。でこの構図が、ね、ある限り、つまり検察が、冤罪作り上げ、マスコミがそれを先行担いで、増幅するという、構図がある限り、これ裁判員制度なんかになるともっとこの影響力、マスコミの影響力高まっているわけですね。そうなるとますますこの冤罪の犠牲者が出ると思うんですが、その辺は、鈴木さんどうお考えでしょうか。私はやっぱり国策捜査という言葉が定着しましたけども、検察が最初からシナリオストーリーありきで作っていくんですね。でそれにまた調書優先主義で、まあ、この2人の先生方もよく分かってますけども、佐藤先生は足利事件の菅谷さんの弁護した人ですよ。古川先生は今緒方公安調査庁長官のですね裁判もやってる弁護士さんですよ。で強制記録畑長い人ですね。いろんな私は弁護士さんの話も聞きながらもですね、やっぱり検察官が作った調書通りで、同時に私が逮捕された事件でも山林さんでも島田さんでもですね、検察に言わされました、検察の言う通り調書しましたというのはこれ大勢ですよ。で同時にその調書優先でですね、裁判官も私が正直に賄賂はもらってませんって言ったら、判決の文章は反省の状皆無なんです。本来ならば私なんかは執行猶予もらってもいいと思っても、それは反省の状皆無で実刑なんですね、結果として。そういうのを見るとやっぱり検察のですよ、やっぱりやり方、私自身は特捜はない方がいいと思っています。特捜というのは何かしらですね、その特権というかエリート意識を持って検察の中の検察だみたいなですね、一部思い上がり青年将校化したですね連中がいると思いますよ。で鈴木を挙げるのが我々の一つの手柄だみたいなですね、全然出世コースだみたいなですね、この思い上がってるというか勘違いしてる価値観を持った人がいますね。そのためにも私はしっかりこの政治が検察をチェックすべきだと。これも皆さんね、私は戦後のこの内閣を見るとき、皆さん閣議というのは
役所のできた順番なんですよ。閣議の席次というのは、あの閣議前の皆さん方にテレビ映りさせるのは、あれは当選回数だとか閣僚経験の順番で座らせてるんです。閣議の中というのは、あの役所ができた年で並んでるんです。だから法務大臣なんていうのは絶えずこれは総理の横なんですよ。その重いこの順番から言ってる。じゃあ戦後ですよ、法務大臣が本当に与党の中で、あの議員内閣制っていうのは与党が政権作るわけですから、与党の中重きをなした人は何人いるかって言ったらいないですね。この点も舐められたと思いますよ。やっぱりもっともっとあの国民の代表である国会議員がですね、特に総理大臣あたりは、法務大臣は相当影響力や判断力のある人もビシッとつけたらですね、きちっとしますよ。人事権を持ってるのは法務大臣なんですから。で法務省だけですよ、検事が事務次官になるのは、しかも検察が事務次官になるのは、しかもですよ、その事務次官が各役所が事務次官がトップですね。役所の事務方としては法務省だけは4番手ですね。検事総長がいて、次席がいて、東京高検庁ですか、そうそうそう、で事務次官ですか。こういうバカなあの組織はないんでないでしょうか。小沢さんそこにメスいるとしたからやらせる。だからいや私もあのおかしいと思いますよ。それでも最初からですね、私だって途中で妥協すればね、また別の展開あったと思うんですよ。私に検事言ったんですから、私を取り調べたあの谷川さんだとか水野屋さん、あえて名前も言いますけどね、この検事はバッチを外しなさいとかね、いや先生ね、政治家辞めた方がいいですよってのは、そこで手を打って言えばね、私は逆に入ることなかったかなという気もするんですけどね。しかし私は弱気になって妥協しようと思ったけども、この時も女房や子供たちが戦い中から、私も頑張って431日いたんですけどね、結果として頑張ってよかったと思うけども、私の経験からしてもね、冤罪作っちゃいけませんしね。村木事件がいい例ですよ。佐藤先生は村木事件見ながらもですよ、あの広中弁護士もそうですけども、鈴木事件も一緒だと、同じ構図だとこう言ってくれてますよ。日本を代表する弁護士さんがですよ、そう言ってくれる以上、私はその声にも耳を傾けるのが大事だと思ってますしね、私はありがたいと思ってる。やっぱりそういった意味では検察のあり方、やっぱり私は可視化を進めてきました。石込み署名運動もやってきて、10万人近い署名も集めてですね、法務大臣に渡したりすることもできましたけどね、これ可視化がまずは動き出したことは、これまたあの我々の声も取ったと思ってね、いいんですが、これまたもっともっとですね、あの全面可視化に向けて、特にこれも大事なのは被疑者、容疑者、将来参考人、証人になる人の可視化が必要なんですよ。被疑者なんていうのはよりも外堀埋めてきますから、検察はその調書が大事ですから、あなた方は何を言っても罪になりませんよって山林や島田関係者に言ってんですよ。そうしたら私は捕まってしまったらもうみんなメロメロですから、で検察言ってんですね、鈴木はもう復帰はないですよ、もう絶対カムバックはないんですから、ったらみんなそうかなと思ってですね、なってるんですから、だからみんなですね誘導されちゃうんですよ。そういった誘導誤導に負けてしまう。石川さんだってですね、誰それさんがこう言ったからって言われたらそっちに引きずられちゃいますよ。だからもう絶対全面可視化は必要ですね。これはもう証人、参考人で将来この、裁判に出てくる人全て含めてですよ、全面可視化しなければ私はですね本当の真実は明らかにならない。あと私は不思議でならんのは、保釈を申請しますね、あの未決拘留中の時、裁判所が判断すればいいんですよ。ところが検察に相談して、検察がノーって言ったら出してくれないんですね。だから私は前回437条を犯されましたよ。私が大体150日超えたら、東京拘置所の刑務官がですよ、先生の事件でこんなに置くのおかしいと、やっぱり検察の嫌がらせだと、我々先生に同情しますよと、逆に刑務官が私にですね優しくしてくれたんですよ。それが皆さん実態ですよ。裁判官が判断すればいいんですよ。なんでいちいちあの何も法律事項でも何でもないですよ。それを悪しき慣例でですね相談するんですよ。同時に私のこの仮釈放にしてもですね、必ず東京地検特捜部にも相談所が上申してるんですね。何もする必要ない話です、さっき言って。そういう悪しき慣例を断ち切らなければ、もう全てにおいていけない、まあ、そういった意味でも
私は石川大臣には頑張ってもらいたいし、小沢先生にもとことん頑張ってもらいたいという気持ちは持ってます。はい、あとどうぞ江さん。あと、もう、後ろの女性と言った以上、はい、2人。江川先生と、もう一方、後ろを立っておられる方、この2人で。いやいや、違う、座ってる女性と。江川さんと、はい、江川さんと座ってる女性。じゃあもうすみません、それでもう4時からの日程詰まってますんで、本当に代表よろしいですか。はい、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 はい。じゃあこの2人でごめんなさい、本当ごめんなさい、お願いします。これからのことをお伺いしたいのですけれども、一つはご自身の事件、例えば再審をやるとかですね、そういうことはお考えになっているのかということと、はい、先ほどいろんなその政策について、まあ、お考え、あるいはやりたいことを述べられていますけれども、具体的にどのような形で、どのような立場で、何をやろうとされているのかっていう、もし興味があれば教えてください。はい、山には来週、はい、佐藤先生お見えですけどもですね、今民事で私は裁判やっております。一つやります。じゃあ二つ目も近々また裁判やってですね、日本を代表する弁護士さんがですね、佐藤弁護士、広中弁護士がですね取り組んでくれておりますから、私はこの弁護士さんを信頼して弁護士さんにお任せしてですね進めていきたい。私はもう最新に向けての最善のですね取り組みをしてまいりたい。やっぱり真実を明らかにしたい、こう思ってます。ただ一つ言えることは、私は検察が、あるいは裁判官がですね、いかなる判断したとしても、少なくとも私に賄賂を持っていたという山西さんや島田さんの関係者は、逆にそんな気持ちはなかったしですね、我々は純粋なお祝いでした、官房副長のお祝いでした、あるいは政治活動費でしたと、あるいはポストについてはお祝いでしたという話もありますからですね、私はその全くの真実の声というのもですねありがたいと思って受け止めながらですね、とにかく最新に向けて の, 努力はですね最善を尽くしていくというのです。あと私はどんな活動をするかというのは、新党第一の代表であることに変わりありませんから、浅野代表代行がやめろということを言わんと思いますからですね、あるいは町川副代表もですね、私の足を引っ張ることもないと思いますから、まあ、この点ですね、きちっと相談しながら、私は代表を務めながら、北海道の地域制度でありましたけれども、冒頭言ったようにですね、今、全国から私に期待しているという声もありますし、また国会議員の中でもですね、やっぱり鈴木先生の経験やチームを借りたい、あるいは一緒に動きたいと。いう人もおりますしですね、そういった意味ではやっていきたいし、まあ、年内にとにかく早い機会にまずは被災地、私は宮古に行ってですね、この今真奈美さんという女の子に会いたい、あるいはその太郎町の野中という町長さんが例の傍聴で作ったけども、それをまた飛び越えたということ、あるいは吉村先生の本をですね、読むにつけですね、この歴史的な津波が周期的に来ているということなんかも考えたときですね、やっぱりしっかり経験者 の, ことも踏まえながら、私はやはりこの安全だとか安心というのはですね、やっぱりコストがかかるものだと、同時に費用対効果から見れば合わないかもしれないけども、これまた私はやっぱり命だとか安心安全を考えたときですね、きちっと国民に理解や納得のいく形の中で進めるものは進めるべきだという思いを持ちながら、そのですね、少しでも世論喚起だとか、あるいは被災者の生の声を受け止めて、それを浅野代議士なり、松木さんなり、石川さんなり、徳永さんなり、橋本代議士等に伝えてですね、ここまた少なもを組んで、私はやっていきたいと、具体的に活動していきたいと。この点ですね、北海道の地域制度ですけども、ちょっとウイングが広げてですね、全国からこの声がありますから、その声には応えていきたい。少なくとも鈴木宗男の消費期限は切れたかも、いや賞味期限は切れたかもしれませんけれども、消費期限は残ってると思ってますから、この消費期限がある間は頑張りたいと、こう思ってます。すいません、お待たせしました。
はい、これすいません、これが本当に最後です。もうあの向こう会場皆さん揃っておりますんで申し訳ございません。代表もよろしくお願いします。日刊スポーツの中村ですが、だいぶ前江川さんと質問をかぶって1点だけ、あの現在の健康状態とか、あとその今後そのどういうふうに例えば入院されたりとか検査されたりとか、そういうふうなご予定があるんですか。はい、とりあえずですね、近々あの病院に行ってまた検査したいと思います。10年前逮捕された後ですね、胃がんが出ましたし、去年はまた収監された時食道がんが出ましたんでですね、私自身健康には気を使ってきましたけどもですね、しかしこれまた人知を超える便もありますから、一日も早く病院に行ってですね、しっかりチェックを受けて、まずはその結果を見ながら鈴木宗男の再起動、再起動というのは再び起きる、働くです。起動のドアは動くでなくて人弁のついて働くです。なぜ人弁か、それは人という字がついてるかです。私は人様に助けられてきてますからですね、この人様の思いというのを忘れない意味でもですね、しっかりそのことを踏まえてですね、やっていきたいなとこう思ってます。はい、ありがとうございました。以上をもちまして鈴木宗男代表記者会見を終わらせていただきます。一つ皆様に大事なアナウンスでございます。この後16時からもう5分過ぎておりますが、参議院議員会館1階の講堂で、国会議員の主に国会議員の方々にご案内をし、鈴木宗男の帰りを祝う会を行います。そこで記者の通行証をお持ちの方はそのまま地下を通っていただけるんですが、お持ちでない方は大変申し訳ありません。一度参議院議員会館の正面、1階正面に行ってください。そこで皆様にお入りいただけるよう参議院会館用の通行証をお渡しします。皆様にお入りいただきますので、どうか記者をお持ちでない方は一度1階の方に手続きを取りに行っていただくようお願いします。お持ちの方はそのまま地下の1階から通っていただきますが、これから私も鈴木代表もみんな移動いたしますが、他の方々にご迷惑ならないようにどうかご配慮をお願いいたします。ありがとうございました。すいません、どうも、どうも、すいません、どうも、すいません、どうも、すいません、どうも、どうも、今日私ここです。あ、いいですね、せっかくで一回近くありますね。ちょっと撮りますね。いや、これでしょ。Thank you.
衆議院第二議員会館の地下からですね、一旦上に上がりまして、ゲートを取った後、参議院の行動に向かいたいと思います。鈴木さんの記者会見1時間にわたりましたけれども、1年前、変わらぬ大変お元気な雄弁ぶりだったと思います。最初に質問した3つのことにもきちんとお答えください、大変分かりやすかったかなと、歯に衣着せずといいますか、ご自身の政治スタンスをぼやかすことなく TPP に反対だと言い切ったところが非常に印象的でした、TPP に慎重の姿勢を示すという人たちは多くても慎重とは言ってもですね、反対と言い切る人は非常に少ない、言い切る人が少なかった。もし、宗男さんがこの1年いらしたら新潮会という名前ではなかったのではないかとすら思えているような、お様子でした。郵送を切っていないのは郵送再度片付けて、あ、雨だ。ちょっと機材を濡らさないようにして。機材を濡らさないようにして。傘、お、素晴らしい。あ、カバン丸々忘れた。いいですか。いや、これちょっと大変だ。カバンちょっと取ってこないと。じゃあ撮影とかじゃなくてですね、このまま参議院にすぐ移るんですよ。それでちょっとね、忘れ物をね今してしまったんですよ。衆議院第一議員会館の下に、今、カバンを忘れてるから早く場所を取りに行かないと、受け付けていただいて、受付に問い合わせていただければ。どこに受付？
きに行こう。ありがとう。
あ、大丈夫。うん。暑い。おお、いっぱいいるな。一緒に議論し合い、
そして、報道を伝えると、私はここに、ここから喜んでいるところでございます。どうか、従来と変わらず、私どものに対しまして、友情と保守党をいただきますように、そして、本当に、文字通り、国民のため、国民のために、大いに働いてもらいますことを、心から期待し、念願するものであります。今日は司会をいたしておりますが、付け加えますと、浅野君、代表のちょっとのお留守の期間、本当に一生懸命、本当に今日は おめでたいと言いますか、本当にまた鈴木先生を迎えて勇気がいっぱい、そういう気持ちでいっぱいでございます。今後とも元気でご活躍され、我々をご指導賜りますよう心から念じまして、お祝いのご挨拶といたします。おめでとうございます。鈴木代表と同期の当選でありまして、この間党派を超え、鈴木代表、我々スタッフを支えてくださいました結城文明元自民党会長にご挨拶をいただきたくて、よろしくお願いします。
報道したいこと山ほどあると思いますが、少しここは我慢の時だと思います。ぜひみんなで鈴木さんの今日をお祝いをして、これからの若手役をお願いをして、何よりも鈴木先生を支えてこられた奥様のご家族、それから松山さんをはじめとする支援者の今日一緒になっている皆さんに、心から私から御礼を申し上げてご挨拶いたします。本当におめでとうございました。鈴木先生ありがとうございました。続きまして、鈴木代表とともに北方領土問題の解決を目指すとおっしゃっていただきました片山由紀夫元総理、ご挨拶をよろしくお願いします。片山さん、よろしくお願いします。ただすごい鈴木宗男先生の顔を久しぶりに体験をして本当に嬉しく思っています。お帰りなさい。実は先ほどここから先にあったよと森元総理がおっしゃってました。色が白くなって上品になったよとおっしゃったので、ちょっと想像を巡らして難しいなと思っておったんですが、今お顔を拝見してなるほどと私も理解をさせていただきました。いろいろな不条理と戦うというお気持ちあったと思います。いや今でもあろうかと思いますが、それを抑えて刑に服されたこと、大変立派な決断だったと思いますし、その中でもいろいろあったと思います。そのお気持ちを多分さまざま抑えられ、そして中の皆さん方に優等生の中で活躍されたんだろうな、人気者になっておられたんだろうな、いろいろと想像を巡らしておりました。お帰りになられて何より嬉しい。先ほど北方領土の話がございました。ロシアも来年またプーチン大統領に戻るという話もあります。北方領土問題まだ未解決で残っておりますから、これからぜひ鈴木宗男先生にさあ頑張っていただきたい。またアイヌの人権の問題もございます。頑張っていただきたい。ただ浅野孝弘さんが留守中、本当にこの2つの問題も頑張ってくださいました。このこともお認めをいただいていると思いますが、込めていただきたいと思っています。ぜひこれからは浅野孝弘議員も含めて元に戻られる形で日本の国難と戦う鈴木宗男先生に戻って、私ども一緒に頑張りますから、日本の未来のためにどうぞ戦ってください。よろしくお願いします。おめでとうございます。続きまして、党は違いの弱い人のための政治という同じ視点を持ち、この間激励をいただきました社民党党首福島みずほ先生、よろしくお願いをいたします。おかえりなさい。おめでとうございます。刑務所から出られてこれだけの国会議員と元総理も含めて集まるというのは前代未聞、空前絶後ではないでしょうか。それは何はともあれ鈴木宗男さんのお人柄と本当に頑張っていらっしゃることをみんなが愛しているからだと思います。私も鈴木宗男さんにはとりわけ質問収集やいろんなものを出していらして、あ、こんな戦い方があるのか、あるいはこんなことを
私も質問したかった、こういうことを聞いていらっしゃると、本当に一人の国会議員として頑張り抜かれているときに、本当に心から尊敬をしました。やはり政治の場面にいるときに、できることは何でもやるぞと、でいろいろ苦しいことや嫌なことを体験するたびに、どんどんこう大きくなっていくという、そういうのを見て、私も実は大変励まされました。人々のために生きるという点で私は尊敬をしておりました。で今回、出生されてですね、その体験もまた鈴木さんの、人間をうわっとこう大きくしてですね、さらにさらにさらに痛みのわかる人、痛みのわかる政治家に本当になってこられているというふうに思っております。開出国がっていうかもっと早く認められればよかったけれども、しかしこれがですね、私もそのいい成績というか、人々に大変なんか刑務所の中でも愛されて慕われているということも大変聞きました。国会議員の中で署名を集めてなんか嘆願をしようということもありまして、でもやはり、通常よりも早く出てこられて、そしてまた一緒に頑張れることを本当に嬉しく思っています。今やはり、苦しんでいる人、大変なこと、そして救済が欲しいと思っている人たちのための政治をこそ私たちはしっかりやるべきだというふうに思っております。鈴木さん、また一緒にやりましょう。おめでとうございます。党首ありがとうございました。続きまして9月21日の東京でのパーティーで、私は鈴木宗男を尊敬し、共に指導いただき会えることを誇りに思っている、大変温かい激励の言葉をいただきました元総務大臣原口和弘先生、ご挨拶をお願いいたします。皆さん本当にありがとうございます。ご紹介いただきました衆院議員の原口和弘です。鈴木先生、おかえりなさい。折れない心、どんなことがあってもくじけない、そして後ろに下がらない、鈴木先生に学ばせていただきました。ご案内の通り、私も最高裁に嘆願書を出させていただきました。起承罪に問われた3つのうちの2つが私の予算委員会での質問でした。ここに佐藤さんがいらっしゃいますが、まさに国家の罠というご著書にある通りのことが起きていたわけであります。その中でこの1年間、どんなに日本が大震災を経て、原発事故を経て、自分の手で前に進められないことを、途中でどんな思いをされているのか、私は鈴木先生の顔をずっと思い浮かべていました。しかし今日また私たちと一緒にここに立つことができました。その間、浅野大臣すごいですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。何かあると先生の近況を私たちに伝えて、そしてもう自ら身を粉にして頑張ってくださいました。浅野大臣、本当にありがとうございます。石川議員とお話をさせていただきました。電話をいただいたそうで、信仰の奥様もここに来られています。正義は一つだというふうに思います。そして日本の国は強い国、立派な国です。それを党派を超えて、また鈴木先生を先頭に頑張っていきたいというふうに思います。結びに、ユジノサハリンスクでロシアと議論をした時がありました。26本の論文を交換しました。その中のほとんど全てに鈴木宗男代議士にお世話になっていますという言葉がございました。ロシアも変わります。北方領土を取り返そうじゃありませんか。鈴木宗男代議士を、いや、もう前の代議士です。今度は政策主任になられるんですか。これもまたすごいことだと思いますが、もう最強の政策主任を先頭に北方領土を取り戻しましょう。おめでとうございます。原口元総務大臣、ありがとうございました。本日
国会議員の皆様、先生方に本人出席で98名、代理出席の方々も含め、なんと132名の方にこのカードでお越しいただきました。ありがとうございました。先代表、実は私一つ目標を掲げておりました。代表が戻ってくるときに、一人でも多くの方に新党第一ネクタイを締めていただくという目標があったんですが、今日は何人かの方、第一ネクタイを締めてくださっています。これからもこの努力続けてまいりたいと思っております。そして今日は全島各地、北海道から、そして本州、日本全国各地から鈴木宗男代表の会を待ち上げてくださった多くの後援者の方々もこの会場に来てくださっております。重ねて御礼を申し上げます。ありがとうございました。それでは最後にこの方にご挨拶をいただきたく存じます。鈴木宗男代表は戦友とおっしゃいます。共に日本国家のため、北方領土返還実現のため命を懸けて外交に当たられました。元外務省主任分析官、大谷総一省作家、佐藤正先生、お願いをいたします。鈴木先生、お帰りなさい。それから私が一番思うのは、やはり外務省の仕事で代表として鈴木さん、北方領土問題に巻き込んだんですよ。それがなければ鈴木さん捕まることもなかった。本当にごめんなさい。この場に外務省の人間が一人も来てないのが寂しいんですよ。北方領土は鈴木さんなしで動かない。しかし鈴木さんの考え方は今も生きている。あの時やったことは間違いなかった。そこで皆さんお願いなんです。5年間の公民権停止がある。それだからバッジをつける競争の中に入ることができない。しかし私は鈴木宗男というのは職業だと思うんです。政治、へその緒がついた時からの政治家なんです。チャンスを与えてあげてください。お願いします。佐藤正先生、ありがとうございました。本日会場の奥の方に佐藤正先生、そして鈴木代表とともに同じく北方領土問題解決のため、日本国家のため、尽力をされました東郷和彦さんもいらしております。一言 ご紹介だけさせていただきたいと思います。ありがとうございます。それでは皆様、お待たせをいたしました。新党第一代表鈴木宗男よりご挨拶をさせていただきます。おかげさんで生きて帰ってくることができました。ありがとうございました。昨年の12月の6日に週刊に応じまして、出てくるのも12月6日、まさに面白い巡り合わせだと思っております。ちょうど丸1年365日の私の修行でありました。中にいるとき戦日解放を2回やった酒井雄斎大アジャリさんが私の講演者に表という色紙を送ってくれました。そして私に、鈴木さん、人生何一つ無駄はない、こんな添い書きがありました。その酒井大アジャリさんのお話を聞きながら、またメッセージを受けてもらいながら、私は淡々と鈴根川社会復帰促進センターで日々を送ってきました。中には少し出るのは早いんじゃないかという声も一部にあるやの話も聞きますけれども、私は7割以上進めておりますから言うに資格は
辻めぐむ先生、弁護士さんおられますからですね、過去の例を見てもですね、何も私は特別な扱いはなかったと思っております。ただ一つ言えることは、皆さん、私はあそこではフォーカスもしておりませんし、注意も受けておりませんし、懲罰も受けておりませんから、まあさっき福島投手が言ってくれた通り、私は模範的な日々を送ったんじゃないかな、これだけはご理解をいただきたいと、こんなふうに思っております。合わせて自由のない閉ざされた社会の中で、私は耐えること、我慢することを学びました。この経験をこれからの人生で生かしていきたい。政治を必要としている人、政治を頼っている人がいるんです。その声なき声をしっかり受け止めて、鈴木宗男代の生き様をしたいと思っております。先ほど来尊敬してやまない小沢代表は冒頭に新党第一代表代表の浅野君のことを褒めてくれました。鳩山由紀夫元総理も、伊吹元自民党幹事長も同様に後援者後援会のことを叩いてくださいました。私は今日は秘書の仲間も来てますが、家族含め我が後援者は疾風に軽装を知る。激しい風が吹いて初めてそこで強い草であるかどうか分かるという、これは五感の初代皇帝光武帝の王派自分の信頼する部下をたたえた言葉でありますけれども、松山千春さんはじめ我が後援会事務所スタッフ浅野大臣はじめですね、私を取り巻く者は皆疾風に軽装を知る素晴らしい仲間であった。その仲間を命の前に叩いてくれた小沢先生や鳩山先生や伊吹先生や原口先生、福島投手はじめご来会の皆さんに心から熱くお礼を申し上げます。ありがとうございました。私は公民権の停止は5年がありますけれども、弁護士さんは再審に向けての今民事裁判も一つやっておりますし、これからも一つやります。少なくとも賄賂を提供したと検察が認定した人たちは検察に言わされました。検察のシナリオストーリーに乗ってしまいました。先生申し訳ありませんというのが送った側の言葉でありますから、私は検察裁判官の判断よりもその人の判断が一番私は公平で公正で真実だと思って、これからも戦っていきますので、これで皆さんご支援をいただきたいと思います。3月11日大震災がありました。私はお年寄りの介護サポートをする仕事をしながらも、お年寄りを必死に守りました。おかげさんで事故もなくてよかったです。同時に日が経つにつれて、鈴木宗男の大変さ以上に、鈴木宗男の苦しみ以上に、被災者の皆さん方は何千万や何百倍何万倍、いや想像を絶する大変な環境にあると思った時に、協力できないこと、応援できないこと、手助けできないことを私は本当に申し訳なく、一人畳4枚の部屋で涙したものであります。これから私は少しでも被災者の皆様方の立場を考えながら、政治があった、政治は尊く重いもんだ、こう感じてもらえるように、小沢先生や竹山先生や福島投手や伊吹先生はじめ、フォアを越えて対処すべきは対処すべきだ、
垣根を越えてやるべきものをやるべきだという形を持ちながらも、私なりの与えられた環境立場でしっかりその発信や役割を果たしていきたいと思っております。石川大臣が裁判中ですが、面会にも来てくれたり、結婚という嬉しい話も聞きました。皆さん、睡眠という言葉が通るならば、私は今日ここに来ている国会議員は皆危険性があると思っておりますこのことをしっかりと重く受け止めてください。国家の支配者は検察でもなければ裁判官でもないです。国家の支配者は国民じゃないかと思いますが、いかがでしょうか。小沢先生を目の前に出てほしいですが、小沢先生の事件だって皆さん、検察が間違った事実でないことをリークして、一般の国民はそれを真に受けて悪い印象を持ったらどうなりますか。鈴木宗男を見てください。10年前北方人道支援で捕まるとか、辻元清美先生おめえですけども、アフリカの人道支援で捕まるとかって外務省や警察は流したんじゃないでしょうか。辻元先生はちゃんと国会の場で裏付けのない事実のない話で申し訳ない迷惑をかけましたけど、堂々と潔くですね謝ってくれました。じゃあ検察に村木事件があった、足利事件があった、深川事件があった、あの富山の事件があった、鹿児島事件があって、検察から国民の皆さん申し訳ないってこともあったでしょうか。私は絶対許せないんです。これは私はこれからも真実がどこにあるか、この一点を受けて頑張っていきますので、ご支援ご協力をお願いいたします。1年ぶりに話をするもんですから何を言ってるか分かりませんが、ただ皆さん自由に自分の思いが話せるのがいいことだなと思って今感謝しております。改めて皆さんのご厚情やお心を本当にありがたいことだと感謝しながら、どうか皆さん今後とも国民生活大事なんです、政治主導大事なんです。この一点に向けて原点に立ち返る、このことを高く高く掲げて一緒に歩いていけたらと私は思っております。今この中に東北沖縄から浦添の義馬市長を目指します。市長ちょっとお前来てください。皆さん今普天間の名護移設の問題が混乱してますけども、義馬さんは県会議員もやりました、自民党の沖縄一区の支部長もやった、支部長を降りてでもあえて県会議員を辞職してでも浦添の市長をやって責任を今果たしているんです。なぜ浦添の市長か、沖縄三次案と言われた長港湾の移転はこの浦添に持ってってもらったんです。あの読谷の落下傘降下訓練は中止、そしてもう一つは県道104号線越えの実車訓練の廃止だったんです。それをやめさせるために私はこの木場さんと当時自民党県連の幹部でした、きちっと打ち合わせをしながら最終的に平成9年の12月、下地大臣もお見えですけども、あの当時、名護の市長の比嘉哲也さんは、市長を辞めると同時に、普天間の名護の施設を受け入れてくれたんです。これを作ったのは我々なんです。橋本政権、小渕政権、森政権まで良かったけども、小泉政権も、官僚主導で、アメリカの意味合いで、あの綺麗な海を埋め立てするなんていうバカなになってしまったんです。政治がなかったんです。この点、マスコミの皆さんも勉強してもらいたい。だからこそ私は県道104号線越えを、私の選挙区も別件の合わせ別に
沖縄の人々を踏み出してくれたのは鈴木宗男だけだと言ってくれたんです。稲嶺知事もそうです。じゃあ皆さん、小泉政権を誰が俺の選挙区で受ける、俺の選挙区で訓練をやってる声を上げる人がいるでしょうか。そら平和の配当はみんな等しく受けるべきなんです。これで今日ここに来ている先生方は共有できる人だと思ってます。言葉に責任を持って、言葉にきちっとした責任を持って対応すれば、私も必ず国民は理解してくれる、こんなふうに考えております。そのことをまた皆さん方のご支援やご指導いただきながら取り組んでいきたいな、こう思っております。北方領土もちろん、私は死ぬまでのライフワークとして頑張ってまいります。どうか皆さん、日本のために、そして国民のために、一緒に国民目線で汗をかいていこうではありませんか。言葉尻や重罰の墨をつつく話じゃなくて、我々政治家にとって一番大事なことは、普通の国民の思いを実現するのがいい政治なんです。そうじゃないでしょうか皆さん。よろしく。ご来場の皆さんに感謝を申し上げながら、私もご挨拶といたします。ありがとうございました。Thank you.
です。まあ、話しておしっかりやる。本当はあれ
2人ともは10秒残るわな、うん、だからあれだな、あれ北斗には2、3枚下がった、もうちょっと下がるんだけど、まあまあ、こっちの方が大丈夫、大丈夫か、あれ、よかったよ、乾杯して三役にはできませんでしたけど、できない、あれよ、お前取り直しは必要でなかったよな、あれが、あの軍配通りだったらあれ決まったのにな、まあ、頑張れよ、はい、まあ、いや、大負けしないってことは大事だから、そういった意味では失敗で、一回年内にや、あれすれば見過ぎも出るでしょうか、はい、おう、はい、おう、いいよ、どうも、おう、すみません、はい、大丈夫か、じゃあ、すみません、岡田、ありがとうございました、岡田さん、頑張れよ、はい、あれ、町長にも来たら決まった連絡するかな、はい、あれさ、おい、あら、沖の、あの町長来たらさ、はい、じゃあ、連絡するって、はい、はい、はい、どうも、はい、ちょっと俺行ってくる、はい、どうも、はい、前下がりましょう、はい、はい、はい、しまーす、はい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 、ありがとうございます、あれ埼玉あれ、あ、すいません、もう一枚ですか、もう一枚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 、中野町、中野町あれ後ろもやってるからさ、はい、落ちします、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、あれすいませんな、お声やめもでき十分なことできず、はい、すいません、すいません、ありがとうございます、すいません、すいません、また埼玉、行こう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 、はい、みんなよろしく言っといてな、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、どうも、あれ、あの副編、いや、うかい副あの編集長に、あの、うかいさんで、金田さんに、金田さん、金田副編長によろしく言っといて、ありがとうございました、はい、すいません、主義の中野博子、ほんのよろしく言ってくれ、これからよし、いつ帰るんだ、20日の日にここにまた行きます、じゃあ帰る前に一回会うよ、はい、いや、先生、ほんといろいろ相談して、あの代表にくれてもよろしく、いやいや、本当にありがとうございます、すいません、すいません、週1まで1回戻って、はい、はい、みんなよろしく言ってくれ、すいません、すいません、はい、会長が今日からちょっと銀座に入って、ああ、いいよいいよ、出たらまたすぐ電話、はい、よろしくって、はい、おお、いや、すみません、すみません、すみません、お疲れ様でございました、一の件でも本当ご配慮、いろいろすみません、本当に、本当にご指導よろしくお願いします、ありがとうございました、よろしくって、はい、すみません、はい、いやいや、すみませんね、本当に、ありがとう、いやいや、いいタイミングでのあれだから、2月4日と、2月何日だったかな、18日、18日、はい、ありがとうございます。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 さっき坂井さん、なんで連絡つかなかったんだ、電話しようで。一回ちょっと、ここを、ね、出ないといけないんで、一回ちょっといいですか。はい、携帯もう、あれ、何だか。携帯変わったんですか、ちょっと待って。みんないる？出てるの？サハリン1、サハリン2の開発という現場、今もセットになっているので、ぜひ、非常にいいと思いますね。見に行かれるところは、あの具体的な話してないから分かりませんが、ぜひ進めてあげてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうも。はい。そうか。あ、はい。受け方しますので。はい、WJ の原です、ご視聴ありがとうございました、切ります、お疲れ様です。